株式会社大島造船所は日本の造船会社。長崎県西海市に本拠地を置く造船会社である。かつて炭鉱の島であった大島町が炭鉱の閉山に際して企業誘致を行った結果として1973年2月7日に大造、住友商事、住友重機械工業の出資により設立された。 大島造船所は1973年2月7日の設立後、1974年6月に創業を開始し、1975年2月に最初の船を送り出した。オイルショックの影響を受けて、設立当初から合理化に取り組み、1975年から1979年までの間に、従業員を1800人から785人に、 削減した。この結果として、大島造船所は、ハンディマックス級とパナマックス級のバラ積み貨物船の建造に特化していくことになった。トヨタ自動車の生産思想を造船に導入し、調達、製造の効率化を図った結果、現在は国内3位の生産規模を維持している。これまでに約800隻のバラ積み貨物船を建造し、年間約十八隻を、 世界中に販売している。2007年度で年間965億8500万円の売上があり、従業員数は1123人である。2020年代に入ると、三菱重工業長崎造船所の荒野技工場、新造船部門の買収が発表された。三菱重工業長崎造船所は、主に荒野技工場で実施していた。 主要事業の LNG 運搬船等の心臓事業について2010年代以降中国、韓国系造船企業の安値構成の激化により受注が低迷し建造ドックの稼働率が低下していたこのため三菱重工業は2021年3月30日に高野技工場の建造ドック等の心臓船エリアを大島造船所に2022年度までに 段階的に売却する契約を締結したと発表した。大島造船所は、買収する建造ドック等の活用について、あらゆる可能性を検討したいとしている。大島造船所はバラ積み貨物船の建造に特化している。標準設計を数多く持ち、最下重量トンにして3万3000トンから8万2000トンまでのハンディサイズ、ハンディマックス、パナマックス級の バラ積み貨物船を特徴としている。8万6000トンから10万6000トンの石炭、輸送専用船もラインナップに持つ。ハンディマックス級のオープン型、セミオープン型の船もオプションとしてある。船体のオプションは3つあり、一重船体、二重船体、そして独自のハイコンである。一重船体の船は、最小の船と最大の船に適用可能である。 二重船体は3万3000トンの船と5万2000トンから9万6000トンの船に適用可能である。ハイコンは5万2000トンから8万2000トンに適用可能である。ハイコン設計はバラ積み貨物船の安全性と貨物取扱いの効率性を改善するために開発された。この設計は標準の一重船体の船をもとに 全部と後部の船倉を二重船体構造にしているものである。大島造船所は他の種類の船も数多く建造している。これには、セルフアンローダー付きバラ積み貨物船、木材チップ輸送船、自動車運搬船、石油タンカー、反戦水式重量物運搬船などがある。高構造物も多く手がけており、橋や建築物の鉄骨、水門などがある。 行きつき大橋や震災会橋、女神大橋など、地元長崎県に手がけた橋が多くあり、特に、大島大橋は、大島造船所のある大島と長崎県本土を結ぶ、ルート上にある橋である。また、福岡ドームにも大島造船所の、高校造物部門が携わっている。1988年の造船不況の頃より、造船所内の有給地で、 トマトの生産を開始した。株が尖った、ファーストと呼ばれる品種で、水を与える量を、通常の10分の1ほどにし、糖度を高める栽培方法が取られる。年間100トンほどが、大島トマトの名称で出荷されている。ありがとうございます。